の最後です。だから35年ぐらい。私はここで一緒に焼き菓子やったりして、もう3歳ぐらいの時に生卵をパタパタ割ってましたよ。
ないんで。生地で巻いて、スライス、基本的にはスライスして、8個に切って、
いや、ま、待って。急ぐもんならなら言っていいけど。急ぐもんあるなら言っていいけど。急ぐもんあるなら言っていいけど。この7時までに、だいたい前の日の生地と、冷凍庫、だいたい営業時間目安に、これ終わったらさっき仕込んだやつとかを始める。下はもうオープン始まったんですね。下は7時からなんで、そろそろ来ると、やってると思う。でも5時半ぐらいから作り始めてはいるんですよ。
これはクリームパンとはまた違うんですか？そう、ちょっとね、甘い生地をかけるんですよ。この焼く前に。中身は一緒なんですけど、ちょっと違う感じです。パンの値段とかが分かるようになっちゃったんで、お店の方が楽しくなっちゃったんですね。じゃあ、思っててレジ打ったりするんですか？結構値段とか知ってんですよ、うちの。もう覚えちゃってるんですね。ああ、面白いでしょ。そこまでパンなんですか？私はそこで一緒にケーキ、焼き菓子やったりして、もう3歳ぐらいの時に生卵をパカパカ割ってましたよ。結構上手に。面白かった。もうできないんじゃないパン
酵室は製造どれぐらいなんですかね、はい、この発酵室は製造どれぐらいなんですか。これはね、ここなんだろう。でもここに来た時はここで初めて持ってきたんだったら昭和の最後です。だから35年ぐらい。多分それと一緒、それと一緒なんで99年の何月とかだと思う。これは何年ですか。1988年。お子さんもこの機械使ってくれますかね。スイッチ入れたり消したりはしてますよ。今も手伝いに来た時に。
ょっと熱いですか。よし。
Thank you.